皆さんこんにちは、バシです。現在時刻は朝の5時48分。本日はついにやってきました天空都市マチュピチュへ行く日です。マチュピチュといえば日本人にとっても知名度のある有名な観光地、憧れの場所でもあります。今はですね、マチュピチュ村へ行くための拠点となるクスコという町にいます。本日はその拠点となるアグアスカリエンテスというところまで向かいます。今回はですね、一番有名なスタンドバイミーコースというところを使ってマチュピチュ村へ向かいます。スタンドバイミーコースとは、列車の線路の横を歩いてマチュピチュ村へ向かう人気の高いコース。まずクスコからバスで水力発電所まで行き、そこからトレッキングが始まります。ちなみにクスコからマチュピチュへのアクセス方法はいくつかあります。各自の予算や時間、体調を考慮してお選びください。現在時刻13時50分です。ようやく水力発電所に到着しました。結構疲れました。というのもかなりの山道だったり、舗装されてない道通ったりで、あとバンの椅子もそんなにいいやつじゃないので結構腰も痛いですね。ただこの着いたところはかなりの絶景です。気温はクスコよりもあったかいですね。一応この水力発電所には食べられる場所もあるんですけど、今回はまあスルーしてそのままもうスタンドバイミーコースに入りたいと思います。さあ、それでは早速スタンドバイミーコースを歩いていきます。この自然の中ですっごい静かでですね、気持ちいいですね。で、まあ、聞くところによるとだいたい2時間から2時間半、多くても3時間ぐらいって感じですね、到着まで。今ちょっと進んだところでチェックインみたいなやつがありました。名前とか国籍を書きます。そしてこの地点からマチュピチュ村までは 10.4 キロって書いてありますね。これクスコ出発するの朝なんでだいぶ寒いんですけど、やっぱりここ着いてからかなり暑いですね。半袖が必要なぐらいです。というのもこっちの方がだいぶ標高が低いんですよね、クスコに比べると。クスコは3400メートルぐらいありますけど、それよりはだいぶ低めです。この辺りからようやくなぜこの道がスタンドバイミーと言われるのか分かります。それはこの線路の横を歩くからなんですね。今回はバスで途中まで来て歩くっていう選択をしましたが、このペルーレイルというやつでもマチュピチュに行くことはできます。まあもちろんその分ちょっと値は張りますが、快適ですし楽しい旅にはなると思います。これさっき到着したところにレストランあったじゃないですか。あそこ結構高いんですよね。ただ5分ぐらい歩いたところにはこのように出店がいっぱい並んでまして、割と安くで食べられます。例えば今チキンサンドイッチ買ってみたんですけど、これ6ソルです。でここいくつかサンドイッチ屋さんみたいなやつ並んでるんですけど、スタート地点から離れてる方が安いですね。私手前で買って6ソルでしたけど、ちょっと進んだところ4ソルとかでサンドイッチ買いました。これコース始まってすぐぐらいからもう急に山道になりますね。これやっぱり結構周り高い山々に囲まれてますので、日が落ちるのがだいぶ早いですね。日陰になるとちょい涼しいです。これマチュピチュ村までは結構距離ありますけど、なんせ絶景なんですごい心地よいですね。これこの辺標高高いんですけど、植物が意外と熱帯っぽい感じで、なんか不思議な感じがします。なんかね、この道歩いても歩いてもひたすらに続いてて、すごいゴールが見えないですね。ただ今回行きのバスで知り合った方たちと一緒に歩いてるんで、まあだいぶ楽しく歩けてます。ゴールまでは本当に絶景が続きますね。音もすごい静かでいいです。川のせせらぎもいい感じです。今ちょうど3時間歩いてようやくマチュピチュに到着しました。
そしてさっきのモニュメントから歩いて15分ほどでようやくマチュピチュ村アグアスカリエンテスが見えてきました。多分どの YouTuber も言ってますけど、この街って本当日本の温泉街に似てるんですよね。家の作りがだいぶ日本っぽいんで、なんか日本にいる感覚になってしまいます。この辺中心の広場なんですけど、だいぶ整えられた街ですね。今宿に向かう前に一旦チケットオフィスに行きました。明日のものが取れたら取ってしまいます。マチュピチュ入場にはいくつかの種類のチケットがあります。各自が行ってみたい、見てみたい場所を選んで購入します。私は 2B を選びましたが、一番王道かつメインの場所を回れるのでおすすめです。ただ前日ということもあって、人気のある午前中の枠は埋まっていました。なので残っていた中で一番早い時間の12時入場を選びました。ちなみに購入時はパスポートが必要です。今明日分のチケット割とすんなりと取れました。ただ残りはだいぶ少なかったです。今マチュピチュチケット購入なしでバスのチケットも買いました。このバスでマチュピチュ村からマチュピチュへ向かいます。ちなみにマチュピチュまでは山道を歩いていくこともできます。そちらは無料です。ただ今回は行きだけバスを使うことにしました。さあ今ようやく今回の宿に到着しました。チェックインしていきます。さあチェックインできました。今回4人部屋のドミトリーで2泊で 23.83 ベイドルです。Vamos a tributarle fuertes aplausos a la comparsaバー。今日はなんかこの街お祭りやってるんですかね。民族衣装なの着てる人が多いです。これなんか妙にリアルで気色悪ですね。後ろのアルパカみたいなやつ、多分ほんまもんじゃないと思いますけど、だいぶリアルですね。マチュピチュ村の夜はこんな感じです。結構雰囲気が出てていい感じです。やっぱり日本っぽいですね。そして真ん中に川が流れているので、このせせらぎの音がすごい癒されます。でここやっぱり観光地やからやと思うんですけど、夜でも高校と電気ついてレストランだったりも開いています。でここはやっぱりマチュピチュで潤ってるのか分かりませんが、だいぶ治安がいいところだと思います。夜でも危険な感じは一切しないですね。てかまあそもそも住んでる人も少ないんで、だいぶ安全だと思います。この街結構ところどころ日本語書いてあります。インカマッサージ、ちょっと怪しいですね。おはようございます。現在時刻9時45分です。本日はマチュピチュに登る日です。今日はもう雲一つない晴天で最高ですね。マチュピチュは12時からです。マチュピチュの入場までまだ時間がありますので、街の中をまたちょっとだけ散策していきたいと思います。この辺黄色の夜は空いてなかったですけど、マーケットですね。ざっと見た感じ、割とマチュピチュ限定商品とかもあるようです。これは昼は昼でまた夜とは違った雰囲気があっていいですね。山もくっきりと見えます。この町結構レストランもいっぱいありまして、昨日見た感じアルパカの肉とか売ってましたね。あとはクスコとかこの辺の名物のクイですね。クイの丸焼きです。まあもちろんこの辺のご飯ペルーにしてはだいぶ高いですが、日本円で換算するとまあそれなりの普通ぐらいだと思います。1500円とかです。この町にはさっきの手芸品市場の他にも普通の市場もあります。このマーケット普通に食堂もあるので安く済ませたい方におすすめです。時刻は11時になりました。そろそろバスに乗ってマチュピチュ村へ向かいます。バスの行列って結構長いんですけど、バスはポン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 来るのでまっすぐ乗れると思います。こんな感じでマチュピチュへ入場する時間があるので、それに合わせて列に並びます。
さあバスに乗り込めました。席自体はだいぶふかふかで快適です。今バスでちょうど25分ぐらいでてっぺんに到着しました。ここからがようやくマチュピチュ遺跡への入り口です。このマチュピチュ遺跡の中にはトイレがなくて入り口にあります。2ソルかかります。さて今入場することができました。ここに入るにはパスポートが必要です。入って右手側もいきなりの絶景です。お、ここ登ったところからついにマチュピチュが見えるんじゃないですかね。ついに見えました。こちらがマチュピチュです。いや、やっぱこの景色は感動ものですね。こんな高い山々の中にあるこの遺跡、まさに空中都市ですね。観光客はほんまにすっごい多いんですけど、そんな中でも神秘さが残っていてすごい不思議な感じです。まあそれにしても今日晴れてよかったですね。まあマチュピチュとかクスコとかはこの時期はかなり晴れの確率が高いらしいんで、まあおすすめですね。この景色は何回見てもずっと見てても飽きないですね。感動できます。これ前にある山がワイナピチュって言いまして、ただ今回私のチケットでは登れません。別のチケットが必要です。あの山結構な悪路らしいですね、聞くところによると。ただ一回登ってみたいなと思ってます。インカ帝国って1200年ぐらいに成立して15世紀に全盛期迎えたんですけど、これ見つかったの1911年ぐらいらしいです。滅亡が1533年なんで、まあ、400年ぐらい見つかってなかったことになりますね。それでは今からマチュピチュの遺跡内に入っていきます。絶景ポイントはこの辺で見納めになりますかね。いや、ほんまに綺麗ですね。それにしても遺跡に入る前にここに太陽の神殿っていうのがあるんですけど、もうそろそろこの場所入れなくなるそうです。今回の私のチケットでは入ることができません。この太陽の神殿っていうのはカーブが有名らしいですね。綺麗に作られているとのことです。さあそれではこの門をくぐって遺跡の中に入っていきます。もうすでにすごい作りですね。これこの辺の石多分ずっと日光当たってるんですけど、これはあったかいんですけど、これ冷たいんですよね。この黄土色っぽいやつはだいぶひんやりとしてます。これほんまどうやって当時建てられたんですかね。こんな精密にもぎっしりと埋まってますね。これ今回のチケットでも割と近くから太陽の神殿見ることできました。綺麗なカーブが描かれています。ここは神聖な広場というところで神事が行われたとのことです。北側にあるのが主神殿、南側が神官の館、そして東側にあるのが3つの窓の神殿というものです。この辺はど真ん中にあるメイン広場ですね。奥の方にアルパカか何か見えますね。マチュピチュをこういう角度から見ることってあんまりないんですごい新鮮ですね。だいたい上からの景色ですよね。見てください、こんな近くで見ることできます。体結構でかいですね。これめっちゃ近くです。これでかっ。いやいやこいつら多分だいぶ人慣れしてますね。全然酔ってもなんともないですね。この人も完全に無になってはりますね。あ、こっち向いてくれた、可愛いですね。これ手前のやつ聖なる石って言うんですけど、あの奥に見えるヤナンティン山という形にかたどられているそうです。
これね、それにしてもマチュピチュ遺跡の周りがあまりにも綺麗すぎますね。本当にめっちゃ見とれてしまいます。最後こちらに広がっている段々畑はアンデネスという名前です。標高差を生かして様々な食料が作られたそうですね。段々畑の近くには水路も通っています。この段々畑下から見たらすっごいですね。迫力ある虫、そしてかつ精密です。今もう3時間ぐらいいたのかな。もうそろそろ終わっちゃいそうです。マジで楽しかったですし、感動ものですね、この遺跡は。やっぱりさあ今マチュピチュから出てきました。今回私 2B っていうコースを選んだんですけど、だいぶおすすめできます。そしてここはどんなコースであれ人生では1回は来ておきたかったですね。もうほんまにとってもいいところでした。さあ帰りもバスで帰ろうかなって言いたいところなんですが、せっかくなんで歩いて下山してみたいと思います。歩いて帰れる道は出口のすぐ隣にあります。このハイキングトレイルはこんな感じでずっと階段ですね。 1.7 キロぐらいって書いてありました。今一旦山道は終わりましたね。ここまで40分から45分ぐらいでした。ここも相変わらずの絶景です。時刻は17時です。ようやくマチュピチュ村に到着しました。なんやかんや帰りは1時間10分から15分ぐらい歩いたんですかね。結構疲れましたけども、今回のマチュピチュ本当に楽しかったです。さあもうマチュピチュからは帰ってきましたが、明日クスコへは行きと違う方法で帰ろうと思っています。電車で帰ってみます。なんでもし興味があればそちらもご覧いただければと思います。おはようございます。現在朝の8時ちょうどです。本日は電車に乗ってクスコの方に戻ります。昨日の朝ちらっと寄った手芸品市場の近くに鉄道駅があります。で鉄道はペルーレールとインカレールという2種類があるんですけど、今回私は右側のインカレールを使用します。乗車チケットは現地でも買えますし、ネットでも買えます。ただ今回私ネットで買ったんですけど、ネットで買った場合は座席指定はできません。現地だとできる場合があります。こちらが今回乗るインカレールですね。いくつかクラスあるんですけど、今回私は一番下のクラスです。そしてこの車両の値段は61ベイドルでした。ネットで買っても現地で買っても値段は一緒でした。値段もそれなりするんですけど、やっぱり席とか楽ですし、時間も早いですね。行きしなよりだいぶ楽だと思います。これもう一個上のクラスは確か360度の窓やったんですけど、このクラスでもまあ割と景色はよく見えると思います。で今回なんですけど、クスコまでの直行便ではなくて、オジャンタイタンボという街で乗り換える必要があります。電車はそこまでで、そこからはコレクティーボという乗り合いバスみたいなやつでクスコに向かう必要があります。時刻は8時半、帝国通りに出発しました。で今回ラッキーなことに4人のボックス席私だけなんですよね。のびのびと使えます。Por favor, preste atención a las siguientes indicaciones. Este vagón cuenta con un sistema de sanitización, un sistema de purificación de aire. そして私今回進行方向左側なんですけど、マチュピチュからオジャンタイタンボに行く際は進行方向右側の方が綺麗な景色が見られるとのことです。今車両の間に来てみたんですけど、右手側やとこのように渓谷が見えるんですよね。すごい綺麗なんですよね。それが左手やとずっと山肌みたいな感じです。電車の揺れはだいぶ強いんですけど、疲れもあってかだんだん眠たくなってきますね。心地よい揺れです。そしてだいぶちっちゃい音で睡眠導入音楽みたいなのも流れてるんで、すっごいのんびりとできます。これ今走り始めてから30分ぐらい経ちましたけど、景色楽しみたい方は絶対に右側の方がいいですね。
時刻は11時21分です。オジャンタイタンボに到着しました。1時間ぐらい遅れたんですけど、まあまあ快適な旅でした。さっきの駅降りたところのすぐ近くにこのようにバンが並んでまして、ここからクスコに戻れるそうです。15ソルから20ソルって言ってました。結構高いですね。でチケット買うときに電車とバスのセットっていう売り方もありまして、それは3ドル高いだけなんですね、電車だけより。なんでまあどっちの方がお得なんですかね、ちょっと交渉次第ではあるとは思います。ただまあ今回私電車のみのチケット買ってるんですけど、このおじゃいたいたんぼもまあそれなりに見どころがあるので、ちょっとだけ寄ってこようかなって感じです。おじゃいたいたんぼの中心地はこんな感じです。ここもすごい自然に豊かな場所となっています。小さな村です。オジャンタイ田んぼの町見渡すとこんな感じです。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。20分ぐらい山登るとこんな感じの景色が見られます。ちなみにこの前にあるやつも遺跡でインカの遺跡となっています。ただマチュピチュの赤身に見るとちょっと見劣りしますね。この遺跡確か入場料必要やったんですけど、こっからやったら無料で見られます。これはねマチュピチュ帰りちょっとしんどいかもしれないですけど、登ってみる価値はあります。さあ時刻は15時20分です。オジャイタイタンボからクスコの方に戻ってきました。マチュピチュ編はこの辺で締めたいと思います。今回本当にいい体験ができましたね。次の目的地はペルー南部プーノという町です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。いいねやコメント、そして少しでも動画が良ければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。